はい、お疲れ様です。マッピーです。無補正やっていきますか。チャンピオンシップの影響でね、まだまだ無補正が続くんですけども、わらしべとか取ろうかなと思ってたんですけど、今回ねオセロニアメソッドのキャラコマいろいろ来てて、ちょっと面白そうなコマいたんでね、そいつ買いました。なんかね、去年来てた神夜行買ったんですよ。これ神夜行買って、で10日の状態ってことでね、なんか今1万2000円で買えるんでね、パックみたいなやつで。で買って表になってる間、これ回避の神種レバツっていうもので、コンボが1500の雷撃ですね。なんか本家の夜行を神属性にしてコンボ雷撃にしたっていうね、性能なんですけども、まあ言うてコンボの雷撃っていうのは1500だし、本家が1000のアドって考えるとね、微妙なところあるんですけど、これは神属性なんでね、神タンで夜行みたいなデッキができるっていうのが面白いところではあります。で今回組んできたのは自キャラ依存で頑張れるようなコマをちょっと入れてみましたね。まあラサス、バイセはなおのことベスタとか、あとイヤササイルぐらいだったら発動するかなと思って入れてみました。やっぱ回避なんでね、場面に残り続けるので自キャラ依存のコマと相性がいいかなと。であとは奇境もコンボスキル自キャラ依存だし、召喚の死に玉虫なんかでね、夜行と死に玉で死ぬほど火力出せるんじゃないかなというか、そのコンボをね組んでいけるんじゃないかなみたいな感じで入れてます。まあこのこいつ一騎強がない場合はエミリアレムとかビナとか、あの辺のコマでもいいんじゃないかな。であとはシンデレラなんかもコンボが自キャラ依存で非常に強いということで、召喚と回避で頑張っていきましょう。火炎だけは本当に勘弁してくださいって感じですね。で HP 高いなこのデッキ、いきますか。でチャンピオンシップマジで全然やってない。今日がねラウンド1の最終日だと思うんですけど、本当に1ミリもやってない。1000ぐらいやっとく方がいいのか、1000やってあのリッチ取るぐらいにしとくか。本当にね、やっぱ30戦長いわ。長いんすよ。あ、T 村さんだ。これ俺知ってる人かもしれん。 T 村さん懐かしいな。何年前だっけな、4年前か。4年前の全国大会、オセロニアの戦の大阪でね、予選の決勝で当たったっけな、確かね、覚えてるわ。そんな感じだった気する。で当たってギリ勝てて、で準決勝で、あ、じゃあ、決勝の予選か、決勝の1戦目で当たったんだと。ちょっとそのネイト何、初手雷撃3000痛くね、めっちゃ痛いんだけど。さあ当たったの覚えてますね。いや懐かしいな。 T 村さん上手いんだよな。ネカフェとかで俺何回か当たったんだけど、大体負けてるんでね。でもだいぶあの時に比べるともう年季入ったっていうかね、そうですね、大人っぽくなったんじゃないかな。どんな感じなんだろう。さあさあさあ、おっと、その召喚、さては弱い。でもこれコンボないな、ネイト君。ネイト君、君コンボないね。微妙。どうしようこれ。これコンボ組んでもいいな。組むか。で、B4 打たして今コンボないんで、コンボないうちに削りに行きましょうか。ただこっちの HP も削れてんだよな、この大将のせいで。まあ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 、とはいえ、次ラサスであれ、あれで火力出せるし、を取ると。さあこれでも夜行の変、これがこっちに行くと、ああいいですね。でフリンデル今コンボないよね。3文字、ある、HP70% か、まああるけど別に問題はないか、取られてもってなった場合、 F4 シンデレラだとコンボがないから、あでもこれあれかな、 F4 シンデレラ打ってさ、相手がカード打ったら B1 打てるんか。でもカード打たないな、多分これ D5 打たれるな。でもその後 B1 も打てるな。だったら F4 シンデレラもありっちゃありだけど、けど今打つタイミングじゃない気がするな。こうする。ちょっと待って、これ微妙かもしれない。このラサス微妙かもしれない。バスタじゃない。あれベスタとバスタ、軽く変わんないのか。じゃあ一旦こっちにしようか。まあ、一回こうして。で、D5 打たれる。で、C1 にシンデレラ打ってカード打たれてって感じになるかな、それ。よいしょ。いいね、夜行残ってるね。いいね。夜行だけで死ぬほど火力出せてるぞ、今のところ。で、これ、ダブコン組んだら相手もダブコンなんで。多分打てないな。で、これシンデレラ、このタイミングもな、ぶっちゃけありだよな。なんかシンデレラのタイミングむずいな。神駒4枚必要なんだよな。召喚してるわけじゃないからな。いや、でも今だな。ここだな。で、カード打たれた場合、ヤコが C の2に入って F5 に打てる。で、カード打たれて D6 打てるって感じか。シンデレラコンボ狙いっていうよりは、もう変動きで今、シールド貼っとくって感じでいきますか。で、いいね。ヤコいいね。オッケー。そっちだったら、あ、しかも取れる。ラッキー。で、神駒4枚ないから、まだイヤスさん使えないけど、ベスタはいい火力出せる。オッケー、ミブサニアナイス。で、これ C6 ありだな。いや、どうしよう。C6 もぶっちゃけありだな。あいつコンボないかんな。ただ、新しく動線組まれるし、その後ダブコン。いや、そうだね。これ取るか。取った方がいいな、さすがに。さすがに取るわ。さすがに取るか。で、
やそうだな、これ取って、でしかも今シールド貼ってるからネイトのコンボは実質問題ない。うーん、でこっちのキャラゴマ取らない場合はあれできるから、そうだね、神ゴマ4枚だから OK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  よし、で受けます。でここのウィブはもう世界一強い。でいらっしゃいませ。よし、いいぞ、勝てる勝てる。これ雷撃めちゃめちゃ削れてね、でかいぞ。雷撃何回使った？今4回ぐらい使ったくない？でウィブ世界一強い、世界一可愛い。でネイトのコンボ打とうもんならそのままシンデレラコンボも刺さるし、これ飛ばせるんじゃないか。次ウィブの火力1500回って、相手のキャラゴマ4枚だから4500でしょ。シールドとかなかったらコンボも飛ばせるけど、あ、ボルトヒール、どんなもんその回復力。どっちも頑張れー。これ回復力どんなもん、986か。5500削れっから、4400をハロメで出せればいけるから、1200削って3600。うわ無理だな、まだ飛ばせねえ。あーでもこれ、いやでもボルトヒルだったら許容できると見て F4 打つのが正解だな。これ誰で F4 打つ、これら、あーそうなんだ、いや削るか、これペトラとかあったらやばいな。ペトラ読みで削るわここ。あ、言うてでも大丈夫だな、言うて大丈夫だな、7361、うん大丈夫だな、大丈夫大丈夫。ちょペトラ読みするわ。ペトラってどんぐらい火力出るか覚えて、ちょっとそのボルトヒール効いてないボルトヒールまだあんの、どん、めっちゃ回復すんじゃん。ただ神駒4枚やるぞ、めっちゃ回復するやんけ、めっちゃ回復するやんけ。ただこれもラダボコンきます、めっちゃ回復するやんけ。まあまあでも大丈夫ですね。よーし、いいねいいね、ボルトヒールデッキだったんですけど粘り強さ見せましたね。よしいいね、横懐かしいな。 T 村さん元気してるんかな。いやマジでうまいんだよなこの人。一時期多分離れてたんじゃないかな、オセロには。どうなんだろう、懐かしい、すごい。おお、深夜一番プレイする時間帯、深夜。あのこれね録画してるからねバレてるけど、これ昼に撮ってるんだな真っ昼間に撮ってます。真逆、いや分からん、もしかしたら海外に住んでる人かもしれない。これあのたまたま昼にやってるっていう説か、海外に住んでて、あのあれですね、日本の昼が、あのどっちかの夜は昼間状態かもしれない。でよし、まずここはよく行ってあげて、でウィブシールもありだな。相手の盾は、うん、ヤコね、確かな、なんか風車打ち微妙だった気がするんだよな。 A に打たれるから、シンデレラナイス。よいしょ、もう適当にウィーブ打ってあげて、よし、シンデレラガール。ではい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 、あーいいとこ出たね、ありがとう、一番いいとこ出た。ただこのユンジェのコンボがちょっとだけ目の上のタンコブ侍。ただここは大将いったゲーの、これ火力相当出せるぞ、いいぞ、7100ぐらい出せるんちゃう。いいね、7200か、いいね。で乱体は引かれてない。でこれ X 来るであろう、で X 来て、うわ来ないのかい。ここシンデレラもありだな、引き見てから考えたいな。あーシンデレラくせえけどな。いやでもこれさ、左上 X がだるいよな。その後、あれ火力出せんからさ。いや、違うな。違うな。うん、こっちの方がいいな。こっちで一回削ってあげて。さすがにこっちか。これ左上 X きついもんな、右上は。D に打ってくれたら雷撃もう一回繋げれるけど。左上バカきついんで。で、その後シンデレラかな。今エンデがまだ打てないでしょ。で、うん、ランタン行かれてないし、ユンジェのコンボだったらそれなりに許容できると考えて。こっから耐えていこう。よしよし。グイリか。ちょっと強いな、でも。まあでもこれシンデレラあるから、バハムートとかティルートとかそういう物理ダメージがなければ、シンデレラで受かる。受かりたい。よし、2回目の雷撃。いや、3回目か。よし、よし。いいね。雷撃4500出せてるという計算になる。ランタやめろ。よし。さあ、ここバハムート。やめろ。コロネか。HP どんなもん？あーこれバハムート受かるな。トップランタイも受かるから、ここ火力出せるタイミングだね。イオフィ仮に打った場合3900削って、あーでも2手飛ばせねえか。
あ、ここむずいな。これさ、バハムート内読みで F にありじゃない？言い中ったところで正直に似て飛ばしバカきついんだけど。ちょ、 F に打っていいですか自分。バハムート内読みするわ。うん、こうしないと多分無理な気がするわ。一応エンデが受かるから。あー、とはいえこれ右下 D5 たらった時に右下 X 飛ばせるかな。あんのかー、どんまい。いやー、これでもな、多分 E 打ったら2手で飛ばせないんだよな。しゃあないな。メイティス俺切ってるし、 E 打った場合って多分相手の1秒8000ぐらい残るから無理なんだよな、単発で。うん、2ターン生き残るっていう筋多分ないと思うんだよな。意識打ったとしてもどうなんだろう。意識打ったらワンチャンあったのかな。あ、でもデバフスキルとかこのデッキ入ってんのか。あ、イヤササイルとかもあったな。いやー、ちょっと今のバハムートなかったらさ、コンボ何かしら絶対次のターンで組めるからいけるかなと思ってちょっと F に打っちゃったわ。で、エンネガだったらさ、あいつで受かるやん、シンデレラで。で、ちょっとバハムートさえなかったらいけるかなと思って行っちゃったな。で、多分あのティルートもね、ギリ耐えれるんじゃないかな。7700あったでしょ、俺の HP。あ、どうだっけ、ティルートって単体でどれくらい出すんだっけ。36とか出すんだっけ。ティルート考えてなかったけど、グエリ入ってるからティルートない説あるよな。ターレとかじゃない。いやー、まあでもしょうがないな。結果論、結果論。E1意識打ったところで相手バハとあと何引いてたんだろう。それによるな。でも結局その場合ってエンデガとかも負け筋になるからさ、バハ以外で負けないんだったら今の F にありだったな。うん、全然判断は間違ってないな。結局その後シンデレラあれだったしな、なくなるからあれだったし。 OKOKOK、 これメイティしてるね。で、よいしょ。あ、いやでもいい、ローリアンは3ターンスキルだからいい、いいです。で、HP 高いな、ヒプノス。この HP 削りきれっか。さあ、ここどこに来るか。 C5 に来てくれたら一番いいよ。あー、そこ来ちゃうのか。まあ引き見てから行きましょう。バイスいいよ。今打たない方がいいかな。で、これどうしよっかな。こっち行こう。ちょっと夜行なんでね、夜行らしい打ち方したいんでね、ここはちょっと速攻夜行、速攻夜行して勝ちたいなー。でもヒュプノスか、ちょっと怪しい。ヒュプノスマジで強いかんな。勝ちたいけど勝てるか怪しいわ。で、あー、そこ出ちゃうんだ。そこダメだよ、そこダメだよ、そこ出ちゃうのか。そこ一番ダメだな。ちょっと待って、考えろ。まあ、これ D6 が次来るやん。で、よいしょ、 OK、 雷撃いいよ、いいよ、雷撃、雷撃はいいんですよ。で、これでワンチャンビーチ取られる。いや、強っ。終わったかもしれん終わったわ終わったかもしれん。それはめっちゃ強いわ。これ次イヤサイル打てないやん。で、ここビブサニア。いや、これ終わってんな。終わってるわ。これ終わってるわ。ちょっと待って、考えろ。いや、もうこれさ、火力足らんな、F に打たんと。右下 X だと E6 打たれた後 C6 打たれるから、こっち絶対火力足んないから、もうこのコンボ2回受けるぐらいの男気を見せないと絶対無理だ、これ。こうしないと絶対勝てない。で、B4 先打たれて、ヤコ移動の。罠ゴマ、ちょっと待って、ここで罠ゴマか。いや、ただこれ右下 X にバイセ打ったら相手取れなくて。あー、でも2手飛ばし無理だな。動線が確保できねえよ。動線確保でき、待って。960でしょ ?3000 で3960の5400でしょ。いや、火力圧倒的に足らんな。これ火力が足らんな。だったら意識打つしかないか。無理だ。2手飛ばし 100% 無理だから。これ意識打って、このまま1回受かって。いや、これでも勝ち筋ないな、多分。シップのコンまで3600出るでしょ。で、B4 もあるから、ダブコン組まれて英語取るしかなくて。いや、無理か。ちょっと、ヤコ、この打ち方が強いのは分かってるけど、シンプルにデッキパワー足らんな。高校とかじゃないとやっぱきついんかな。え、ここなんでそんな悩む ?B4 でよくない ?B4 でよくない。あ、そうだよね。で、いやー、ちょっと待って。でも、これ悩んだってことは今、フィニッシャー引いてないのか。これ、シールド引いたらワンチャンある。OK、そこの情報ないですよ。いや、これ意外とシンデレラでワンチャンあったりしない？なあ、引かないか。今でも絶対フィニッシャー引いてないよな。あったら絶対 B4 打てるから悩まずに。フィニッシャーは引いてないんだよな。フィニッシャー引いてない。いや、シンデレラ引いたらあったかもな。これシンデレラ引いたらあったかもしれん。シンデレラ引いてたらあったかもな。あったな。あったな。
リッチ、これ死ぬね。36だよね。いやー、どんまい。シンデレラ引いたらあったな、惜しい。ナイス、ナイスバトル。シンデレラか、まあ、ウンディだと似てて飛ばし、多分軽く足らんから無理で。いや、シンデレラだな、これシンデレラあったな。惜しい。まあ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 、むずいですね、これデッキは。ぶっちゃけ、ジキャライゾンのデッキだったらね、まだ夏アテナとかの方が強いかもしれんな。結局、どっちかも事故る可能性あるんだったら。シンデレラ引いて、しかもそうだよね、バホメント切ってるから、あれで耐えて、相手の HP が、6700残るから、500減って、あ、でも物理的ダメージ考えて6500ぐらいとして、で、雷撃1500と1000で2500で、単体4500出せるやついたらいけたか。で、イヤスサイルが、最大体で4500、いや、無理か、デバフかかってんのか。あ、いや、でもデバフ切れるよな。あったんかな、今の。あー、フィリアだ、きついよ。きつい。オッケー、罠ごまね。まあ、とりあえずここはヤッコーで良いけども、ヤッコーでこれ縦でいいのかな、やり方わかんないんだけど、マジで。ほい、オッケー。でもこれね、初手ポーリプスだったら平行マリだったんかな、コンボないからさ。まあまあまあ、一回ゆっくり行こう、のんびり行きましょうや。はいはい、コロネちゃんね。でここで何打とうかな。メーティスか。これ、ウンディーネ打ちたいな。ウンディーネ打とう。リリティエないっていう前提で行って、で、ここの2枚返しはね、それなりに大体軽く出してくるから、金アラとかもそうだし、クラリチェとかもあるから、ティルートとか。これ、シールド付き。あー、貼っといてよかったけど、そのトゥールラはシンプルに強いんじゃ。うわ、そこの消化ゴミ。終わった。そこ一番弱いわ。あー、どうしよう。いやでもシンデレラナイス。ちょっと待てよ。でも相手罠ごま切ったから、これちょっと軽く出しに行かないと多分無理だな。ここメティスですね。ちょっと強気に言います。相手に回復打たれてるんで、これメティスぐらい打たないと正味勝てないですね。こっち S がシンデレラだったからね。ウィブとか言ってたら話別だったんですけど、はい、ランタイ引かれました。はい、ランタイ引かれました。終わったかこれ。ランタイキッズ。ランタイバカきついんだけど。まあでもこれシンデレラ打つタイミングここぐらいしかないやん。で、いや、キッズどうやって勝つこれ。X バイス打ったところで2手飛ばし無理だよな、16500。クソほど手札事故ってくんないと無理だな、相手が。A に来るね、これ。相手見せ16000あるからさ、A に、ああ、そっち打つんだ。いや、ちょっと待って、それだったらワンチャンあるかもしれんな。B4 バイス打って取らせて、デバフすればワンチャンある。いや、もうこれ B4 バイス行かないと火力足んないから行くしかない。で、一回取らせて、デバフで耐えるしかないか。か、トップシールド。いや、でももうシールドウィンデーに切ってんのか。いやー、いや、でもなんならこれ A に来るな。相手目線。そうだよね。6100、うん。ペトラ読まれなかったら、あ、祭り。いや、これ、まあ、死ぬよね。これ次で。多分。なんかないと。あー。デバフったところでスズメの涙だな。でも火力も出さないといけないから、まあ、デバフしつつ火力。いや、これダメだな。あー、ミスター、これベスタの方がよかった。いや、そうだな。これ、いや、ミスターな。これベスタの方がよかった。やらかした。これベスタ打たないとダメだわ。次、ハロメで飛ばないわ。やっちまった。火力だね。まあ、どっちみち無理か。どんまい。どんまい、どんまい、どんまい。これ無理だわ。噛み合わねえ。夜行の召喚が1個左にずれてくれたとしても、X って火力。ワンチャン足りるかとか。でもどっちみちランタイバハムート引かれてるから、多分ドアが開いて無理だな。これ勝てねえ。むずいな、ヤコ。まあ分かってた、そういうデッキってことは分かってたんですけど。いや、でもこういうこと考えたらビナとかの方がいいのかな。あいつ、あの、なんだっけ、気境をビナにした方がいいかもしれんな。でもなんかビナウィブっていうのがなんかもう気に入らなかったからやめたわ。気に入らなかった。ちょっと気に入らなかったんでね、やめました。まあ、よく使うんですけどね。はい。いや、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。こういうのに勝ちたいんだよな。高校して頼む。あ、先行か。お前先行多くねえか。おい、まあ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 。まあ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 。まずハミングするじゃん。つってね。ハミングしまして。うわ、痛え。終わってるって、その初手ベルグレーで。終わってる。俺がヤコを出してる間にベルグレーデで4000出してきた。まあ一回これそうじゃん。よいしょ、切り込んでいく。で、これ頼む。C5 に出てくれ。
C5 に出てくれ。頼む頼む。ここ2V1だな。はい、ダメか、きつい、これきつい。さっきと同じなんだが、これ B3 微妙なんよね多分。いやでもさ、ヒップ入ってる D5 って多分無理だな。いやでも、うん、いやでも召喚次第だな。次 D4 に召喚してくれたら左上、いやでも微妙か。いやでもここ火力出すしかないな、とりあえず。これ B3 行こう。D5 多分無理だ。A2 から来たら左下 X もあるから。あれ、右上 X 来たらどうなるんだっけ。あ、右上 X 来たら俺撃つとこないのか。あ、だったら。あ、でも、回避して E3 入ってがあるか。おお、マジ？それダブコンだが。A3 から来るのか。いや、ちょっと待って。あ、でもこれ削らえ、あ、削りたいな、ここ。か C2。いや C2 が一番クレバーに見えるな、これ次 D5 来たらさ A3。 あーでも相手の中に2万4000あんのか、これ無理だな、これ削らんと、削らんと無理だな、行くわ削るわ。クソ火力足らなすぎるこのデッキ。火力足らんのよ。まあしょうがねえか。でもいや悩んだな、 C2 が一番クレバーなんだけど、いやでもいけるかまだ。あーいや、まだいける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 。これ、左下 X あるから、E6打たれたら。雷撃一応火力は出せる。ちょ、で、ウンディここで撃つべきかどうかだな。まあでも今、バイセ目の前に見えてるから、出しとくわ。いや、弱い。やってることガチで弱い。弱い。どうするこれ。E6 で濁すか。あ、メルティシア。いや、ありがたいな、それ。ありがたい、ありがたい。一回そこで濁してくれるの、ありがたい。で、ちょっと頼む、ここシンデレラ引いてくれ。シンデレラ、シンデレラ、シンデレラ、シンデレラ。いや、気境は悪くない。いや、むしろワンチャンある。これ新しく動線組める。むしろワンチャンある。で、吸収入れて、あるな、これ B4。ちょっと B4 来たら D6 当てて、あ、でも D2 で動線あるけど、まあ、B4 に打ってくる駒によるか。頼む、引き言わせてくれ。強いってコンボル5500でしょお前。やーばこいつ。頼むシンデレラ、シンデレラ行くしかない。これシンデレラ行かないと負ける。あ、無理か。くっそー、ちょっと待って、これ無理だな。勝ち筋あるとしたら、いやない、ライフ一式打っても多分次で飛ばんかも。でも一式打たないと無理だな、多分無理だな。あー、これシンデレラ行くしかなかった。これシンデレラ引いてここにシンデレラ打てればワンチャンあったんよな。3枚返し耐えて、英語シン、いや英語シンデレラ多分火力足らんから、ここにシンデレラ打てればあったな。あ、でもどっちバイセ出かれてるから C6 バイセで死ぬか。無理かー、くっそダメだこのデッキ、絶対勝てません今。お疲れ様でした。無理です、俺には。誰か救ってあげてください。まあでもこれはね、そういうデッキなんでね、シーズンマッチとかで勝てるデッキではないな。もう一回行こう。キチー、めっちゃキチー、めっちゃきつい。誰？なんかかわいい、何このアイコン。誰これ。いやね、高校行かんと無理だな、多分今のは。あの、シンプルにね、このデッキが先行高校強いというよりは、HP 3万超えてるデッキに高校引かれた時に火力が足らん。3万いくつになるんだよ。あー、またかよ。あ、でもシンデレラいってる。これ、あ、いや、これいけるな。これいける、これいける、これいける。これいける、これワンチャンある。で、これはね、シンデレラを生かす立ち回りの方がいいな。これ風車のゲームは。これ C ダメだわ。多分ね、これ分かった。ヒプロス対面とかで C 打っちゃダメだな。火力絶対足んなくて盤面取られて終わるから。ダメだな。だったら、初手罠でしょ、相手。うわ、強っこれ。これ勝たないかったらちょっと俺引退するわ。めっちゃなんか適当に引退とか言っちゃったけど大丈夫。まあ引退ってのはあれです。引退する過去引退しないなんで。大丈夫です。まあ、もう引退してるけどな、なんなら。引退してるけど。さあ、選手はもう引退してるんでね。どうする？相手、初手罠で発動しないのか、ミサトの可能性あんのかな、これ。それか、踏み。HP 的に踏みあるな、ワンチャン。ブラー。召喚どこ？あ、ゴミ。一番弱いとこ行ったな。あ、でも一番弱くはないか。別に弱くはないわ。ちょっと待てよ。これ、召喚。
ウィブの方がいいな。ウィブにしよう。これあの回避が変なとこ行ったらやばい。いやでもこれ弱いな、やっぱ風車の夜行。風車の夜行はシンプルにデッキとして弱いな。むずい。ただこの後 C に打ってくれたら C4 に召喚。多分 C4 が一番強い。あ、そこじゃね、そこ最後み。最弱。それ最弱。最弱。一番弱い。あー、どうしようこれ。めっちゃ弱い。ちょっと待って。一番弱いとこ行っちゃった。これだ、やばいな。いやでもこれはちょっとこうだな。相手の夏ブラも取れるから。召喚減らせる。これ次 C 中打たないとダメだな。 C 中と A4 打たせて C 中打って、で B4 打ったら夜行残ってコンボで A5 に取って D5 で動線組める。うん、それでいこう。でただこのシンデレラのタイミングだけ見計らっていきたいな。シンデレラマジでこれ見失ったらやばいよ。気をつけよう。これ A4 に来るよな多分。でも X 打たなかったのか、さっきのターン。あ、変ないのか。3ターン入れたいからここ帰郷でいいな。まだアポロン相手4500だから出してこないでしょ。ここ帰郷 C1 でちょっと削りに行きます。いいね、帰郷。あー、いいね、いいね、いいね。ナイス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 。これ引き強いから勝ちたい。これは勝つよ。悪いけどこれ勝てなかったらマジでダメだ。これ勝たなきゃダメなやつで、 B4 で吸収入れられる。 OK、 これ取りでいい。で、でちょっと待てよ。何で取るかだな、問題は。はい。一種け。ハロメは取っときたいな。英語でいいよね、これ。英語でいいな、英語でいい。で、あそこ召喚か。でも吸収入るのでかい。OK、ナイス、回復。で、ウンディーネあるんで、これ、死んシンデレラ打った後、ウンディ打った後シンデレラかって言われると怪しいけど、あー、トゥルラか。いや、これだるいな、やばいな。ちょっと考えろ考えろ考えろ。いや、これだるいな、マジかよ。ちょっとこれさ、ビナナイ読み A3 シンデレラ打って右下 X で飛ばすとかやばい、さすがに。言ってることやばいかな、俺。いや。で、これ吸収入れて、これアポロンで取ってくるやんね。左 X にシンデレラ。それでいこう。逆の方が良かったかな。ロック先打ってくる可能性とかあるのか。でもそれだったら多分次飛ばせないよな、多分。だからここアポロン絶対E6来る。あ、E6打たないのか。だったら A にシンデレラでいいな。OK、このカットでかい。そうかそうかそうか。これで相手シールを切ったって思ってるんだな。よし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 。あるな。いやでもこれでも火力ちょっとギリギリなんだけど。よいしょ。ナイス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 。オッケー、これ耐えれるやろ。で、相手やることってなんだ。右 UX か。右 UX 吸収膨るな。で F3 で飛ばせるかどうかでしょ。ああ、ロックか。これちょっと、あ、でもそれダブコンつながる。でもこれお前弱いな。しまった。ここに来てこんなクソザココマが手駒に1000と3400、4900で3枚返し6200。あー、飛ぶわ。危ねー。待って、合ってるよね、合ってるよね。4900でしょ。で3枚返しで1300ぐらい出るとして6200でしょ。合ってる合ってる合ってる。危ねー危ねー。あ、なんもうちょっと2500出るのか、こういうとこ。あ、2400で、危ねー、マジでこれでギリギリかよ。まあでも今の夜行の召喚弱かった。その夜行の回避の場所が良くなかったな。 S 全部引いたけど回避の場所が良くなかったな。これでギリギリかよ。ちょっと頼む、次勝ちたい。これ勝ってくれ、ご自身に出したい。頼む。きついな。ちょっと俺が下手くそなのもあるけど、普通にやっぱ火力きついな先行だと。マジで削るのめっちゃむずい。ちょっと S 駒もっと削れる駒の方がいいかもな。なんか、それこそペトラとか欲しいわ。シンプルになんか神駒依存とか関係ないけどさ。窓かとか入れるべきなんかな。窓か多分ね、回避って1枚しか変わらんから火力そんなに出るわけじゃないんだよな、おそらく。そやな。うん、ちょっと待って、おいおいおい、やめろ。火炎来た。終わった。終わった。これ今エデッサ見えたぞ。エデッサがあれだ。ちょっと頼む。あ、違った。よしよしよし
いや、とはいえきつい。とはいえ、メルカバ行け、メルカバ。最速メルカバ、頼む。メルカバ行け。あー、行かないけど、これは強い。聞きはないっす。待て待て待て。ウンディーネあるでしょ。ナーチショって何？ベルグレーでやめろよ。お前さっきベルグレーで撃たれたからやめろ。やめろ、もういらない。もういらない。そのベルグレーいらない。あはははは、もう、アルカードだったらいいとか、そういうボタンじゃないんだって。ダメだって。もう今日何回打たれてんだよ。何回目だよ。ランタンやめろ。じゃあもうランタンだけ本当にやめて、本当にやめて、頼む。あー、ブラタマンってか、まあいいでしょう。なり打たないんだ。ここはもう気境打っときたいな、早めに。はい、そこ召喚か。だったら取られた時に B3 になるのか。うわー、微妙微妙。けどこれでキャラコマ場面残ってて、あー、祭り撃たれた、やばい、やべえ、祭り撃たれたか、これやばいぞ。ちょ、待て、メルカバ、え、待て待て待て、考えろ考えろ。これ B3 から入って D1 メルカバって動きがあんま強くない気がするけど、X 撃ったとしたら、あ、でも X 打ちて、これ B4 打たれた後でも弱いか。いや、でも B さんだな、 B さんだな、うん、多分このデッキで X 火力は足りるかもしれない。やな、悩んだ悩んだ、これこれ悩んだ、めっちゃ。いや、でもこれで息はするわ。この D の列にキャラゴマが残ることで、あ、ちょっと待って、 BGM なくなっちゃった。あの動線自体を組める、罠ゴマとかが連打されなければペースは持っていけるはず。で、ここブラ玉、うん、オッケーオッケーオッケー。いや、これアタッカーないな、多分。この 1.5 倍の状況で火力出してこなかったってことは、今アタッカーがない可能性が。ナイスメイティス。で、ここは、メルカバ撃つか。撃とう。デバフ早い、ヒャイって。デバフヒャイって、ちょっとこれ、ヤコ1500しか火力出してない。こいつ何もしてない。こいつ何もしてません、このコマ。でもこれ、引用取れた時に動線は残る。ビーチ来る？え、これ E4 罠とかがシンプルきつい。いやー、罠が一番きついな。でも罠持ってたら罠って。トゥールラ来ちゃったー、やばいってー。ちょ、考えろ。いや、これ大将ちょっとできないな、多分。いや、これこうだな。いや、言うて火力はな、あの、ちゃんと出てるね。この気球が強いわ。ただ回復か、きついな。罠持ってってたら死ぬ。うわ、しやかんつ、マジで強いそれ。やばい、シンデレラ引きたい、ここ。いや、でもどっ、あ、ベスタ、いや、ベスタ強いね。ベスタでいい、ベスタでいいけど、いいね、ベスタ強い。ただ火力足んねえ。9200かよ、無理だ。9200は多分無理だ、足らん、まずい。やばい、これ E4 打たれて終わる。あ、罠ごま、ちょ、待って、ここ罠か。考えろ、まだ生きる、まだ生きる。意識、 A2 意識か、これ。 A2 意識なのか、雷撃撃って。あ、でも C1 の 1.8 倍3倍返しはやばいな。かといってこれカード意識って多分無理だよね、これ。次の弾通せないよね。いや、絶対飛ばないな、絶対飛ばない。だったら相手竜ごま切ってるから、いや、もうこれ勝負に出るしかねえわ。あっちのポリプスだったら負けだわ。これ勝負に出るわ。意識言っても無理だ。あ、無理だ。え、リーディーか、終わった。終わった。いや、でもこれぐらいしないと多分無理だな。火力足んなかったな、絶対。カド意識絶対無理だし。ヨフィカドだったとしても、ビビ、あ、まあ、どっちみちエネが引かれてるのか、まあ、無理だな。くっそれ、ハコ弱えな。いや、悔しいな。あと一回貸したいな、今の。めっちゃ企業頑張ってくれたけどな、でも X 打つべきだったんかな、俺が甘かったかもしれない。あのメルカバなんて置いてる暇なかったかもしれない。いや、悔しいな、ちょ、もう一回だけ行かせて、ちょっと頼む、マジで。マジで悔しい、これ無理だ、このデッキ。勝てねえ。いや、勝ちてー、で無理だな、普通に。めっちゃ頭使ってるけど。でもなんか普通にミスあんのかな、どこでもよかったろ。X 打ってさ、相手の手駒がさ、あれ守護者でしょ。あ、でもあれ守護者だって。で、左下 X で、うん、で、トゥー、いや、でもトゥールラあんのか、イオントゥールラ打たれるのか、多分。あ、でもトゥールラあったら左下 X の地点で打つか、多分。
だってあのタイミングでトゥールラ引いてなくて、後で引くことになって、あの角トゥールラ打たれて、C1 俺打てるかもあったっけ、ないか。ああ、そうか、メルカバか、メルカバ打って、でもメルカバコンもあんま強くないから、え、無理だな。軽く足らん。これ、ヌラリか。どうしよう。ちょっとさっき風車打って失敗してるよな。ちょっと行ってみるか。あ、いや、意味ねえ、これ。意味ない。これ D3 召喚だったらさ、F4 打たれた時に、夜行が C5 以降移動が確定するんだけどな。いや、そこ召喚か。意味ないな。ちょっとそれ意味ないな。あの、ファビオだったらリッチとか持ってないかも。OK、C5 来た。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。熱い。これ熱い。で、あそこポイヒでしょ。ポイヒな、もう、まあまあ、なんとかなるわ。OK、これちょっとバチコリ召喚するわ。バチコリ召喚する。いけ。いいぞ。あ、いいね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 。これ死に玉虫が先に C3 ってのがいいわ。X 打たれてもゾロマが残る。でかい、これ。でかいよ。これマジでかい。X 来るよね、これ絶対 X 来る。そうだね。で、デバフ効いてて、主語のコンボがちょっと強いけど、これ B3 打つしかなくて。メーティス。いや、これ火力出したいな、このタイミング。ただヤコ弱これ待って、ヤコ何もしてねえわこれさ、ヤコなんかめちゃ強そうに見えて、やっぱ X 打たれたらこの子もダメだな。あ、でも OK、 そこの召喚マジでナイスで、あ、でもこれあれか、 B4 打たれた時に A3 で一応動線組めんのか。シンデレラ欲しい。いや、意外とこのヤコ悪くない。あー、なるほど。これは取らんと面倒なことになるか。 A3エンデガがあると見て、A5 から入るか、どうかか。まあでも意識相手だるいはずだよな、多分これ。火力出した方が良かったか、どっちだこれ。いや、この意識はね、結構だるいと思う。で、右ベックス来たら、A2 打っ、あ、金もあんだ。それは火力出した方が良かったかな。金もあんのか。いや、金もあんのか。これまずいな。いや、これこの後どうしようかな。あー、きついな。まあ、バイセ打つか。バイセ打とう。で、右下 X 切ったとしたら X で返して、いや、ちょっとこれシンデレラ早め、なんか早め引かんとやばい予感がする。うわ、バホメとかやばい。これぜ、それやばいわ。あ、やばいか。それやばい、それやばいわ。頼む。いや、微妙。これシンデレラいたら右下 X 打ってさ、 D6 っぽい火打たしてカドシンデレラとかもあったんだけど、引いてねえのか。でもこれシンデレラ引く前提でいかないと多分絶対勝てないな、これ。それ前提でいかないと多分無理だね、これ。無理だ。それぐらいいかないと無理だ、これ。うん、無理。こうしないと無理。これポイヒ D6 で打たせて角死んでるぐらいのもう勢いでいかないと無理だ、これ。これぐらいやらんと無理だ、これ。で、なんならそれでも負けるか。こっちキャラゴマないから、あれだ、どうせ潰されて終わるわ。あ、でも OK、 ウンディ。いや、これ、あ、でもシールか。あ、シールがあるわ。無理だ、これ。あ、どっちみち無理。あー、無理だな。ウィブ、うわ、いや、無理だわ。ごめん、ちょっと俺には救えなかった。夜行は無理でした。頑張ったけど無理でした。夜行無理です。お疲れ様でした。夜行無理だ。俺にはこの駒使えません。ありがとうございました。あ、悩んでる。これフィニッシャーないのか。うわ、マジか、かわいそう。このタイミングでフィニッシャーないのめっちゃかわいそう。俺が俺がかわいそう。 あるやんかい。あるやないかい。まあ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 、いや無理だな。ちょっとこいつは救えなかったな。で、まあでも書いてること別にそんな強くはないもんな。1500の雷撃だしな。まあ雷撃はいいのして1500ってのは弱いな。会議だったらぶっちゃけ1800とかあってもよかったかもね。ってことで、ちょっと俺には救えませんでしたね、彼は。ダメでした。まあなんですけど、デッキコンセプトとしてはこんな感じでいいのかな。や、気境とか強かったね、ちゃんと引いた時に。シンデレラが意外と微妙だったんかな、火力。でもスペックだけで見るとシンデレラ強いんだよな。さっきのアポロン対面とかバカほど強かったから。
だから夜行だな。やっぱ夜行がどうしてもきついな。こいつだけで火力出してる時がほとんどないほとんどない最初の試合とか良かったけどね、それ以外でやっぱ火力出せないですね、こいつで。火力出そうとしたら場面崩れて相手にしばかれるんで無理ですね。まあでもなんですけど、久々の夜行でね、こんだけ楽しめたっていうのはいいんじゃないかな。別にそれなりにね、勝つデッキじゃないけど楽しむ分にはいけるんじゃないかな。リベンジほど弱くはない。リベンジとか呪い移しとかよりは勝てると思うので、よかったら使ってみてください。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。